皆様こんばんは、カズチューブです。勝ちましたね、もう遅い時間でもう11時半回ってるの。今日試合自体が3時間49分という、長いゲームだったんですが、もう真っ先にこれ撮ってるんですが、おそらくアップするのは日付変わってからなんでね、日付変わって、水曜の朝もしくはお昼に、見てくださってる方が多いと思いますが、火曜日は勝ちました。まず、3連戦の初戦を取ることができたんでね、これ大きいですね。まあ、先週も火曜日取ったんでね、今週こそここをスタート地点にして、勝ちを重ねていってほしいなと思うわけであります。今日のライオンズ戦は4回戦11対3、バファローズ勝ちました。今日は先発全員の17安打11得点、まあ、今季最多の猛攻という形になったんですよね。勝ったのは2人目の竹安で1勝0敗。ホームランには吉田正尚選手に今シーズン第3号のホームラン、ライト上段席ライナーで突き刺さる、まあ、そんなホームランだったんですが、見事なホームランも出ております。で、まあ、今日のゲーム、中嶋監督のコメントをご紹介しながら振り返っていきたいと思うんですが、まずは先発の田嶋投手に関して言いますと、まあ、これまでずっといいピッチングしてくれていたんだけれども、今日に関しては立ち上がりからこうリズムに乗れなかったねという話されていました。まあ、だからまあ4回で早めの降板になったんですが、まあ、たまにはこんなこともあるよということ で、まあ、5回以降は継投になっていたわけなんですが、2人目の竹安、まあ、この竹安がゲームの流れをしっかり作ってくれたという話をしていましたね。で、まあ、今日勝利投手になったんですが、まあ、この竹安に関して言うと中嶋監督は、今までこうちょっとこう力がね入りすぎてどん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 力で押していこうという感じが見て取れたんで、彼の良さっていうのはこの力をうまく抜きながらという投球術にあると思うと。で、まあ、その辺を今日は、頓宮、キャッチャーの頓宮とうまく話をしながら、非常にいい面が出ていたんじゃないかということをおっしゃってましたね。まあ、その竹安投手が今日2人目で、まあ、しっかり抑えて勝利投手になるわけですが、ただその後のね、継投も山田投手であったり、富山投手が投げて、で漆原、能見、最後鈴木優とつないでいったんですが、まあ、漆原に関して言うと、まあ、今日もフォアボールとヒットでワンアウトランナー二塁一塁、2人ランナー残して、まあ、降板したわけなんですが、ボール自体はね、中嶋監督は悪くない、良くなってきているということなんで、あとは今後はちょっとこの彼の使い場所というのを考えていかないといけないのかなという話はね、されていました。で、とにかく必要な戦力なんで、やってもらわないと困るんでということを漆原に関しては話していました。で、その後、ピンチに登板した能見、この能見投手が、まあ、素晴らしい、この流れを作ってくれた、相手の流れを断ち切ってくれたっていうね、ピッチングで、まあ、そのあたりも中嶋監督は評価されていましたし、ショートゴロ併殺打になるんだけども、足立選手が難しいバウンドをすくい上げて、バックハンドのトス、大城取って一塁転送の643、綺麗なゲッツーでしたね。あの辺のこの2人の二遊間のコンビが非常に良かったと、思いましたね。で、まあ、とにかく打つ方でいうと、まあ、今日は8回にね打線がつながっていったんだけども、とにかく、まあ、今日は各打者が、みんなが後ろ後ろというつなぐ意識を持って今日はやってくれたという話で、まあ、ああいった攻撃をもっと早い段階から早いイニングで、できるように頑張っていきたいという話をしていました。であとその今日モヤ選手が復帰して、まあ、いきなり4番に入ったんですよね。そのモヤ選手が先制のタイムリーも放ちましたし、やっぱりこのモヤが入ってくることによって打線に厚み、あるいはこうつながりが出てくるということで、本当に監督は正直な心情としてね、モヤがいない10日間は本当苦しかったっていう話されてましたね。でそのモヤが戻ってきてくれて4番に座って今日ヒットもタイムリーも放ちました。一生懸命走ってスリーベースもあった、まあ、本当にこのモヤの存在は大きいということをおっしゃってました。であと勝ち越しのタイムリーヒットを放った、最近バッティング好調、このカズチューブでも、先週の、MVP 候補にも上がっていましたね、まあ、有力候補の一人ではあったんですが、杉本選手ね、
あのタイムリーもね、粘りながら9球粘ってのタイムリーだったと思うんですが、まあ、一発で仕留めることがまあ一番なんだけども、そうできない場合も当然あるんで、ああいった粘りもあの大切なんだよねという話をね、中嶋監督されていました、まあ、とにかく、今日も監督があの強調されていたのは、もう全員で戦っていくしかないんでということをおっしゃってましてね、もうとにかく戦力全部使うつもりで、これからも戦っていきますという話をしていました。あ、そうそう、あの途中からあのマスクかぶって今日ヒット打った若月のこともね、あの褒めてらっしゃいました。若月ファンの方、あの心配されていたと思うんですが、今日は結果出してくれましたね、よかったですね。てな、感じで見事な勝利だった今日のゲーム、いよいよ明日のゲームが重要です。明日はね、そう、山本由伸投手が先発するんですが、ライオンズも今井なんだよ。ね、あの高卒5年目の同級生対決、これ熱いですよ。今井投手も3試合に登板して1勝1敗、山本投手は4試合に登板して2勝2敗、まあ、今回中6日相手の登板になるんですかね。まあ、共にあの防御率は1点台ですよ。ということは簡単に点は取れないというゲームになるんだね。まあ、だから明日はどうかな、投手戦だと思うんですけどもね、あの、まあ、見応えのあるゲームになりそうですね。であの今井投手もずっとキャンプオープン戦から状態良くてね、そのいい状態をここまでキープしていますしね、だから明日はなかなかそう簡単には打てないと思うんですが、まあ、今日のあの猛攻を見てね、あの得点を見て、明日山本由伸君なんで、明日に取っておけばななんて思った人は僕だけではないはずです。で山本投手、あの今日話を聞けたんですが、まあ、あのいい練習ができて明日の先発に臨むことはできますということでしたね。で、まあ、前回あのいい時と比べて悪いところはもうしっかりチェックができたと。で少しこう開きが早くて一塁側方向にこう流れてしまう、僕の悪い癖が出てしまったんでという話を、吉野君していましたね。であの前の試合に関して言うと、それを試合中にまあ修正できればいいんだろうけども、少しその気づくのが遅かったと本人話していましたね。まあ、その辺がなんかすごくないですか。まあ、その辺を修正して明日は臨みたいということを話していました。まあ、その辺 の、 あのチェックポイントがあってね、いい時と悪い時のそのズレをまあしっかり自分で理解して修正できるところに、やっぱり山本由伸投手の凄さがあるんだと僕は思いますね。で、まあその山本投手を援護したいんですが、対今井、去年の2020シーズン見るとね、あのまあ吉田選手が 7-3、うん、打って4割以上ね、ホームラン1本、もやが5打数2安で4割ちょうど、うん、ぐらいかな。あとは、まあ、若月選手が3の1とか打ってるんですけども、ジョーンズも3の1かな、まあ、目立ったあの、まあ、特に打ってるのはこの2人くらいなのね。だからまあ左バッターが今井をどう攻略していくのかというのがポイントになるんですが、まあ、あの対今井投手ということでポジティブなことを言うと、京セラでは去年2試合に登板して、あの防御率も良くないし被打率もあんまり良くない、まあ、あのサンプルが2試合しかありませんので、まあ、こういった傾向があるということをね、あの、まあ、無理やりこういい部分を探し出せば、今井投手、京セラドームのマウンドとは、去年は相性はあまり良くなかったということ、まあ、その辺がどう出るかということになりますが、というわけで、カズチューブ、勝利の後のカズチューブでございましたが、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今日はね、あのそうあの試合前に田畑美和君が出てくれました。美和ちゃんが出てくれたことによって勝利の女神、ということで、明日もひょっとしたら、まあ、仕事もあるんでね、うまく時間が合えば、カズチューブ明日も試合前のところで、出てもらえたらなと思ってますが、これはお約束できません。あの みんな仕事があるんでね、まあ、ただ今日は彼女が勝利の女神になってくれました。というわけで、この火曜日、勝ちましたんで、この3連戦の初戦を取ったとい う、 こう利点をね、うまく生かして勝ち越し、うん、うまくいけばこう連勝を、狙っていきたいんですが、山本由伸という大きな、ポジティブ要素はあるんですが、相手が今井というこの、まあ、難敵ですよね。まあ、そこをどう打っていくのかというのがポイントになりますが、明日はどんなゲームになるんでしょうか。まあ、今日は皆さん勝ちましたから穏やかな夜を、そして、
朝もしくはお昼間に、見てくださってる方、昨日の余韻に浸りながら、今日のゲームに思いを馳せてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。カズチューブでした。